エントリーパックと比べて足りないセッティングっていうと、とりあえずまずはリアブレーキからつけていこうか。前回までで検証も終わり、今回でいよいよ BMAX マシン完成となりますが、ここでおさらいしておくと、まずベースにしたマシン、ミニ四駆スターターパック AR スピードタイプ、検証に使ったパーツとして 72mm シャフト、 19mm 低摩擦プラローラー、さらにモーターをハイパーダッシュ3モーターに交換したところ、ここまでのマシンセッティングが3120円となっております。それに対して BMAX エントリーパック、お値段4490円となってますので、今回ではエントリーパックに対抗して4500円でセッティングを組んでいきたいと思います。だとすると使える予算がというと1370円、残り金額1370円でパーツを追加していきます。でははじめに追加するパーツ、リアブレーキセッティング、 FRP リアブレーキステイセット、お値段380円、こちらを取り付けていきます。では次にローラーがフェンスに引っかからないようにする引っかかり防止ステーというものをスターターパックに付属されてましたフロントワイドステーで代用していきます。取り付ける際にサラビスを使用しますので、まずはこの穴をザグリ加工していきます。ザグリ加工にはハンディデューターを使います。じゃあ持ち替えてもう一回、ではこんな感じでザグリ加工ができましたら、取り付ける位置というのがここ。ただちょっとサラビス長いものしかないので、シャーシ穴を 1.5 ミリドリルで貫通させていきます。はい、では貫通できましたら引っかかり防止プレートを取り付けていきます。はい、取り付けが完了です。あと取り付けていきたいパーツというのがアジャストマスダンパー、お値段460円、単品購入だと限定商品となりますので、ファーストトライパーツセットのもので代用していきます。では取り付け位置というのがこの位置、これもサラビス加工をして30ミリビスを通してみました。ではここにアジャストマスダンパー、ビス先にはゴムパイプを通します。フロントに関してはスポンジを1回剥がして新たに 30mm ビスで付け直します。そしてここにセット、残ったマスダンパーをサイドに追加してあげて、はい、これで BMAX T ヒロキパックが完成です。なかなかバランスのいいセッティングでいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じとなっております。ではこのセッティングでどれだけ走れるのか、エントリーパックと走り比べてみましょう。
はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。 T ひろきホビーチャンネルミニ四駆マスターをご視聴いただき誠にありがとうございます。ここで T ひろきから8月プレゼント企画のお知らせです。プラボディセット、ディスセット、ブレーキスポンジ、チャンネル特製ステッカーを合わせて1名様にプレゼントします。詳しい応募方法については概要欄をご覧ください。皆様のご応募をお待ちしております。